サワロ国立公園の位置、サワロ国立公園は、アリゾナ州にある米国の国立公園である。サワロとも呼ばれる。サワロ国立公園は2つの地区に分かれており、一つは、通村市の中心から東へおよそ3 2トルにあり、もう一つは西へ2 4トルにある。総面積は、3 7 0キロ平方メートルで、 そのうち289キロ平方メートルはウィルダネスに指定されている。それぞれの地区にビジターセンターがある。どちらもツーソンから車で簡単に行けるが公共交通機関で行くことはできない。西側はツーソン山脈、東側はリンコン山脈という大きな山脈を含むソノラ砂漠の素晴らしい地域を保護している。公園は地域原産の沢路砂防展からその名がある。 その他の多くの種類のサボテン、タマサボテン、チョウヤカクタス、ウチワサボテンも公園内でよく見られる。レッサーハナナガコウモリという絶滅が危惧されている。動物が一種、渡りの時期に公園に住む。また、純絶滅危惧種の西アメリカフクロウもいる。公園への年間訪問者数はおよそ60万人である。公園は1933年5月1日。 サワロ国定史跡として設立され、1994年10月14日、国立公園となった。国立公園の風景国立公園の風景園内には、はっきり識別できる手入れの行き届いた2 4 0トルのハイキング道とそれより短い解説付きの自然歩道もある。暑い夏季のハイキングはお勧めできない。リンコン山地区はアリゾナ州通村の東端にある。 最初に設立されたのはこの東の地区である。この公園のユニークなところは、そのラ砂漠から始まり、徐々に、リンコン山脈のハイアルペンフォレストに移り変わっていく、ところである。この山脈の最高峰は三華山で、標高2641メートルである。こちらの公園の方がもう一方よりサワロサボテ店の数は少ないが、降水量の多さと、リンコン山脈からの伏流のため、 サボテンのサイズは大きい。この地区の鍵となる特徴は1 3 4トルのループで2つのピクニックエリアと中心の道をつないでいる。最近、長期にわたる道路の再舗装拡幅プロジェクトとビジターセンターの改修の後、リンコン山地区は完全に再開された。こちらの地区でのハイキングは観光客にとっては簡単で、スピードウェイとブロードウェイの到端に、 歩道の起点がある。これらの歩道は馬もよく通り、週末には通行量が多い。公園の中心から外れた環状道路にはいくつかの歩道の起点がある。公園の南の境界には馬もよく通るホープキャンプ歩道がある。ホープキャンプ歩道へは、上井の路があるた道路の端から行くことができる。しかし、その道はもはや最後の数百メートルは舗装されていない。この地区は、 九百九十一年米国議会が四千十一エーカーの購入を承認し公園に加えられた。東地区はキャンプができるが、未開拓地のキャンプ場に限られており、ダグラススプリングスキャンプ場までの九点五キロメートルの道のりが最短である。キャンプ場の料金は一番六ドルである。公園内には RV で一番過ごす場所はないが、公園からオールドスパニッシュ歩道沿いに十六点一 キロメートル南にあるコロッサル洞窟山公園にはそうした場所がある。気をつけるべき、利用規則は次の通り、犬は歩道は歩けず、常につないでおかないとならない。自転車に乗れるのは環状道路とカクタスフォレスト道に限定される、サワ路国立公園のパノラマ写真、ありがとうございます。